あるお行いをしてくれたと韓国で大きな話題になっている。ソンヘニョは同日、韓国の広報活動を行うソギョンドク聖新女子大教授とともに、海外で出会った我が歴史の物語東京編と題した案内パンフレット1万部を制作し、東京都内の施設に配布したことを明らかにした。ソ教授が企画を担当、制作費は全額ソンヘニョが支援した。韓国語と日本語で記されたパンフレットでは、1919年2月8日に日本の統治に抵抗し、東京で発せられた独立宣言の関連資料を展示する2.8独立宣言記念資料室、独立運動家イボンちゃんが昭和天皇に向かって爆弾を投げたところやイボンちゃんの処刑地など、韓国の歴史を伝える場所が詳しく紹介されているという。ソ教授は当初、2.8独立宣言記念資料室にパンフレットの寄贈を申し出たが許可が下りず、1万部は韓国からの若い観光客が多く訪れる東京都内のゲストハウスなど10カ所に配布された。これについてソンヘニョは、このように小さなこと一つが、東京を訪問した韓国人観光客の役に立ち、海外に点在している私たちの歴史遺跡に少しでも関心が湧くよう願うと明らかにした。ソンヘニョとソ教授コンビはこれまで、中国や米国の韓国史に関する施設12カ所にこうしたパンフレットを作成し寄贈してきた。今後、東京に次いで京都、ロシア・ウラジオストクに関してもパンフレットを制作、配布する計画だ。ソンヘニョは主演ドラマ、太陽の末裔が大ヒットしたほか、三菱自動車の CM 出演オファーを、同社が、先般企業の系列との理由から断り、韓国のネット上でたびたび絶賛を浴びていた。以下、韓国の反応です。拍手。本当に尊敬できる人だ。君こそ本当の外交部。行動で示す愛国、応援します。マジで天使。顔も可愛い上に心がけもやることも素敵。反則だよ。大きな意味のある日に、意味のあるお金の使い方をしてくれた。こうして有名人が動いてくれれば、正しい歴史認識につながると思う。こういうことを民間人がやるまで何もしないでいた政府は反省してくれ。我々韓国人の自尊心であり自負心だ。トップスターであり俳優として、また一人の市民として責任感を示してくれている。韓国政府がすべきことを意識の高い一人の俳優が一手に引き受けてきたようなもの。顔の綺麗さと同様に綺麗な心を持っているんだね。韓国女性の一人としてありがとう。胸にジーンときた。知らなかった。可愛いだけじゃなかったのか。これからファンになるね。演技も上手だけど人格のできた俳優。俳優たるもの、皆こうであってほしいものだが、ソンヘニョが大統領であっても、パククネより何倍もうまくやれそう。誰でもできることじゃない。同じように思っても実践することは難しい。そういう点で、公人としての模範を示してくれてありがとう。ソンヘニョは皆が知らないところでも善行をたくさん重ねている。美しい。顔も行動もとても美しい。むちゃくちゃ可愛い。さすがソンヘニョ。教養のある女優だ。さらに好きになった。顔も心も美しい。旅行好きのソンヘニョらしい行動。韓国のためにありがとう。忘れられた歴史は繰り返される。韓国の芸能人がこういう活動をするのはとてもいいこと。脱税した人だよね。イメージアップのためとしか思えない。脱税した人の心が美しい。イメージが変わるのはあっという間だね。皆のコメントを見てると、誰もが愛国者であり、常識人であることが感じられる。なのに、一方で、
日本の悪口を言いながら温泉旅行に行く人たちは何なんだろう。これに対し、日本のネットユーザーの反応は、韓流ブームに乗って訪日しまくったけど、映画もドラマも日本受けせず、韓日大学教授と組んで韓日活動、二度と日本に来ないでください。その内容、すべてが半島の黒歴史じゃん。この女優、自虐ネタのコントも秀逸だな。去年の今頃はまだ中国で韓流ブームが盛んで、いい気になって日本に喧嘩を売った韓国女優。中国のブームも去り、さぞや暇を持て余しているのだろう。仕事欲しさの反日運動だろうか。大変ですね。売れない芸人の人気取りというのも。また一人、捏造師による歪曲教育の犠牲者がここにいたわけだ。こんなことが平気で行える日本の懐深さ、ありがたさ知れや。捏造が好きな人たちだなぁ。独立運動とか本気で信じてるんだよな。国家ぐるみの洗脳を70年くらいやってる国は違うわな。本人は朝鮮教に洗脳されてるかわいそうな人なんだろうけど、誰か真実を教えて洗脳解いてやらないと。これ日本人が逆のことしたら地祭りだよね。なんなんこいつら。これ許可取ってないだろ。警察に通報して道路無許可使用で、国外追放でいいと思う。こんなの配れるぐらい平和な国。ポケット。